詰まった、トイザラス、寿司、シェイ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 シャンクス、ウクス、すんまそう。プルプルピピピピピ、プルプルピピピピピ、プルプルピピピピピ、ブーブーブーピー。どうも、同志たちよ。一つだけ忠告したいことがある。絶対に真似するな。するわけねえだろ。開始早々集体を見せてしまって申し訳ありません。全く思ってないけどそうやって挑みます。いやこれね、ちょっと聞いて、このしりとりのオープニングがあるじゃん。他のゲーム配信者さんが全く同じ感じでオープニングを作っちゃったよね。それは全然いいんだけど、普段から叫ばない人なんだろうね。オープニングを真似しただけで喉がぶっ壊れたみたいな。そんなの実況に影響があるみたいな。だから絶対にみんなは真似しないでください。僕は特殊な訓練をやってませんから。それじゃあ本編入っていきましょう。どうもしりとりキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース1の1グリッチフリーということで、1の1のバグコースっていうことだと思うんだよね。そして制作者はバグを作る天才たちが集まって、あのワゴンというチームすごく楽しみにしております。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.75%。実はこのコースめっちゃ温めちゃったね。やりたくてやりたくて、トロールコースで1の1、しかもバグを使用してくるなんてなかなか聞かないじゃん。息アップは速攻もらいましたけど、息アップなんてどこもなかったよね。このゲームはマリオと思わない方がいい。ゆっくり行こうか。床がすり抜けるっていうパターンもあるからな。一旦ハテナブロック叩いてみようか。何もない。アイテムとかないのかな。今下クリームで来なかった。あのクリームどっから出てきたんだ。開幕どうだった。理不尽すぎるって案内られ方絶対におかしい。そんでさ、さっきここにクリームも出てこなかった。面白い、こういうのすごい待ってた。じゃあ速攻で左のハテナブロック叩いてみる。ここは息アップなんだね。息アップは普通の息アップ取ったらやれるとかそういうことはないみたいだね。で4つ目のかダメー。隠しブロックに引っかかるのは全然いい。でも横からのクリボーはダメだと思う。何これ、どうやって作ってんだろうな。3つ目の土管は入れない。4つ目の土管は入れるね。どうせこっちもやられるパターンだと思いますけど、床じゃないみたいな。あ、一応床なんだな。ここコインも普通に取れる。上は？上なんもないか。じゃあ土管に普通に入っていけませんね。ガボンもおかしいって、ブロック貫通してんじゃんか。デブロス、あなたがボキャーンと下まで来てやられるんでしょ。早く来て、ハンマーなんて投げなくていいから、早くヒップドロップをかまして僕をやってよ。こっちまで来んか。4つ目の土管は無視しよう。そして本来だったらここに一気アップがあるはず。どっかにあるんじゃないのか。ブブーじゃねえんだよ。なんで消えんの。え、なんかある。ここなんもないよな。じゃあ普通に右に行こうか。なぜそうだろう。面白いね、これこそ本当に。もう笑いしか出ねえわ。じゃあ右にジャンプして一旦左に逃げる。そしてあれ何を出してくれる。このバネに乗って先に進めと。よし落ち着こう。どんなバグが来てももう僕は絶対に笑わないさ。右のハテナブロックも何が出てくる。何も出ないか。下から行く、上から行く。下から行こうか。上なんかドッスンとか落ちてきそうで怖いんだよな。でもさ、ここも砲台が出てくるみたいな。なんでこんな警戒しなくちゃいけないの。ただの1の1のマリオなのにさ。このノコノコは決定。スターは、あ、出てこないか。じゃあ一旦ノコノコやめて。ここ上から行ったらどうなるか気になんない。ちょっと上見てみようか。あ、上。まさかあそこで床がすり抜けるなんて思わなかった。どの辺ですり抜けた。あ、ここですり抜けんのね。じゃあジャンプして右に行こうか。そんでさっきさ、神の甲羅蹴ったら跳ね返ってきたんだけど、なんで跳ね返ってきたんだろうな。なんかいる。右に行ったらさ、あ、クリボーも跳ね返ってんな。じゃあ僕も行ったら跳ね返ってる。あ、あ、魚。僕ね、今までバグトロールかなりやってきてますけど、これはちょっと規格外だな。ブルボーを隠すとかそんなことできる。おかしいよな絶対に。あー、マミーや。こうならね、全部のハテナブロックを叩いていくよ。ただし全て警戒だけはしていく。僕はわざと罠に引っかかりたいわけじゃないんだからね。じゃあこのハテナブロックは2つともコイン。上から絶対石エッジとか出てくると思ったんだけど、上行けないかな。一旦ここに乗ってってジャンプしてみようか。何もない。そしてさ、このブロック絶対抜けると思わない。あ、一応抜けないんだ。この下降りてっていいと思う。絶対ダメだと思う。いや、降りて気持ち悪いけど。いや、そんなことはするな、ピオキング。普通に右に行こう。
カチューロック、あんじゃねえの、やっぱりか。もう嫌だ、このゴース。僕はどうやってやられればいいの。砲台何か出してくる。パラシュートをつけた魚とかさ。なんか出せよ。みんなこれまでさ、罠でズレイランキング1位は隠しブロックだと思ってた。今日入れ替えるわ。見えない砲台は1位にする。これ絶対わかんねえ。それでここどうやって行けばいいんだろうな。パワーブロックがあるけど、左上に行ってそっからジャンプして行けっていうことか。本当に本当に進ませてくれるんだろうな。隠しブロックとかはないみたいだ。じゃあ向こうに行こうじゃないか、マリー。怖いよみんな。こんなに先に進むことが恐怖に感じる一の一は初めてしたかもしんない。じゃあ隠しブロックただた瞬間すぐ左をシップ。これで砲弾はいなくなってないな。どうすればいいんだ。一旦砲弾を越させておいて、ここから左をシップ。オッケー、どっか行ってろ。もう二度と出てくんじゃねえぞ、あの砲弾が。危ねえ危ねえ。どう来る、次はどう来る。ここも砲弾来るんじゃないのか。そっちか。さっきさ、ここチビ砲弾出てきたよな。どうやって顔したんだろう。一旦ジャンプして左逃げてみようか。なぜパン様ここに出てきてんの。ジャンプして右をシッパー、それでかわせるっていう感じだな。そんでさっきここ騙されたわ。左に逃げたらダメだね。右をシッパーでいい。オッケーオッケー。そしてこの中入っていいのかな。さっきとこ出るショートカットの場所に、いや一旦入ってみようか。すごく気になるもんな。はい、ダメ。もうすぐゴールは近いんだ。踏ん張れピオキング。この土管は無視して、このハテナブロックはなんだ。何もない。ブロックは何もないね。上は、上も何もない。いや、こっちの土管もすげえ気になる。あ、入れないか。いや、ここなんか起きる。絶対なんか起きるよ。ガチガチで一段ずつ上がろうか。どっか抜けるとか、そんなあるんじゃない。え、最後は優しい。もしかしてゴールさせてくれるんじゃね。頼むぜゴールさせて。それはおかしいだろ。何がいたのよ、ゴールポールの上にさ。じゃあ下からゴールさせてくれんの、それとも中間らへんにジャンプしていくの。一旦下降りてみようか。隠しブロックはないね。もうやめろ。ラルじゃないんだよ。もういいって、素直にゴールさせてくれって。じゃあ中間ラインをめがけてジャンプしていこうか。この辺から中間ラインをめがけてジャンプ、やった。いや、この1の1は僕にとって最高の1の1だったね。僕がやってきた1の1の中でもトップ3に入る面白さだったわ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあツルコスはクロコス3の C ピースイッチプリズンということで、サムネを見る感じピースイッチを押してピースイッチが切れる前に早く進んでいけっていうコースなんじゃないかな。で、このコース作ってるのがバフレンさんっていう方なんだけど、この方が作るコースってどれも面白いからおすすめですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.81%。 そんで久しぶりに通常のコースなんだけど、探してる時に時間に追われるとか何かに追われるようなコースについつい目がいっちゃうんだよな。そういうコース好きなんだろうね、僕。飛んだド M だなって思います。じゃあまずピースイッチ。いや違うんだって。よし、もうちゃんとやっていこう。こういう普通のコースでさらに難しいやつってあんまりふざけてる余裕ないと思う。ふざけてたら絶対にクリアできないと思うからさ、今回僕真面目にやっていきたいと思います。ここで赤コインを取って、なかなか時間に厳しいコースじゃないの。さすがクリア率 1% 未満っていう感じだね。この一番左のジャンプ、ここは最小限に抑えようか。そしたら全然余裕で先に進めるんじゃないの。いや、これでもすっげえギリギリだな。先が思いやられるぜ。勝手にピースイッチ踏むなって、急に始めるなんてずるいよ。そしてここは左ジャンプして、このキラーに乗っていく。そしてここはパワーブロックを倒して、あはー、ちょっと舐めない方がいいわ、このコース。ほんとにうすけーよ。今全然時間間に合いそうなかったよな。でももう分かっちまえばこっちのもんだな。あらー、泳げていく。カチャじゃないんだよ。めちゃめちゃいい場所にあるよな、このブランコ。絶対今落ちてやられたと思ったよね。そう簡単にやり直しはさせないと。面白いことを考えてくれるね、制作者さん。じゃあこの廊下に入って、次は中間ポイントが見えないな。もういきなりピンスイッチ押すのやめろって。すごく焦るんだから、待って。もうね、次の場面行ったら右押しっぱかなんかしてた方がいいね。絶対そうじゃないともう間に合わないようにできてるんだよ。さあバネ、何もしてこないよな。するわけねえだろ。バネに恐怖を植え付けられてる。そろそろ中間ポイントあってくれてもいいんじゃない。オーケーオーケー。そしてこの早いよ、オートスクロールだって聞いてない。急に止まるな。中間が早い。いつもトロールコースやってるからさ、中間取るとめちゃめちゃ早く感じるね。で、通常のコースの中間があるじゃん。トロールコースの中間取った時の10分の1の喜びぐらいしかないよ。
チャコがすぐ見て、食べられちゃう。スピンだ、スピンでよかったんだ。なんでマリオメーカーをやってるんだ。そんくらいすぐに起点を聞かせろ、ピオキング。さあここでサンボを倒し、このメットに乗って赤ヨッシーに乗っていく。燃えろー。そして土管に入れませんね。さっきここ遅かった。遅くなるようなところ全然なかったような気がするんだけどな。もうちょっと早く行ける。さっきと同じような気がするんだけど、ここのヨシコに乗ってからの動作が遅かったのかな。全然行けたわ。さあ、そしてまだ中間はないみたいだな。ここでビヨーンからのビヨーン。バレ系は得意だよ。今度はスピンを忘れずにやっていこう。そしてあの雲に乗って、あの矢印の方向に行けばいいのか。一発。さあここで中間で避けて、うわ、これまだ B スイッチ鳴ってるか。やばって、オンをして左行って、トゲトゲ。ここで B スイッチを押されたの全然気づかんかったわ。自分の声がうるさいっていうのもあるんだけど、今までさ土管から出てきた時 B スイッチ押されてたじゃん。だから全然気づかなかった。さあ B ドアに入って、やっぱどんどん難しくなってきてんだ。間に合え。あっつ、さっきと同じミスをするな、ピオキング。土管もしくはドアから出たら右押しっぱでいいって言ってたじゃないか。さあここでうまくゴム部屋を踏めたね。でツタに登ってカキを踏んでドアに入っていく。あと1回ぐらいありそうだな。でここ右押しっぱでオンオフして、このカキを踏めばいいのかな。一緒に地獄に落ちたね。ここでね最後とは思うんだけど、ここがすごい難しそうだな。時間に余裕ある。あ、結構今の上手かったんじゃない。でここで蹴ってオンオフをしていけということか。撮影すんだ。ちょっとだけ集中させてもらいますよと、上のメットを左に蹴ればそれを追いかけるようにしてジャンプしていく。これでラストのピードアに入ることができるんだ。さあゴール。ゴールはまだ。嘘でしょ、絶対ゴールと思った。てかこれもう何だろう。次はバネで、いやー、ここが最後だ、絶対にここが最後だ。じゃあバーブロック当てる。そしてこのバネを持って早めにオンオフをして左に戻れっていうことなんじゃないかな。多分間に合って、ドカンでしょ。さあゴール来た。これは B スイッチを押して、右のゴールに当たれっていう感じだ。で僕は50個を全て取っていける人間さ。さあゴールしよう、マリー。やったいやこれね本当に時間にシビアでめちゃめちゃ難しかったですね。でもすごく面白かったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあチェルコスター一発マリオ。コース名はビームをイメージしてるのかな。で説明文にマグマが上がりますって書いてるんだけど、ヨロスキンで白ステージだからおそらく水中コースだと思うんだよね。だから水中でビームをかわしていけっていうコースなんじゃないかな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.36%。 そんで気になってることがあるんだけど、水中で青いメカクッパって踏めんのかな。まあ踏めたとしてもよ、下に P スイッチがたくさんあったから、このメカクッパを踏まないようにさらにはビームを避けながら先に進んでいけっていうコースだと思うんだよね。これめちゃめちゃきつい。狭いな。いや意外といける。あ、なんか意外といけそうじゃない。あ、ビームもさ幅が、ちょっとさ青いメカクッパ踏めるか試してみていい。もし踏んだとしても下の P スイッチ押されそうなんだけど。あ、踏めるんだね。でもこの子は右に来る。左に行ってくれたら結構簡単なんだけど、もう一回踏んだら、あ、止まるのか。あ、これで楽になったよ。で、いや楽になってね、全然なってる。ストライク。この一番先頭にいる青いメカクッパを踏めるっていうことが分かっただけでもめちゃめちゃでかいね。で早めに踏んでこいつを行動不動にしておく。そして右に行けばなんかもうゴールできそうな感じしない。あ、ここら辺がアンチなのか。そしてこの間を捨てるだけでこの右下行ける。よしよしよし、待てー。だけど一番先のこのメカクッパがあるじゃん。こいつが復活してピンスイッチを踏みに来たんじゃない。だから一旦踏んで左にやっておこうか。いけ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 。これも余裕になったと思う。どこが。いや今の避けたら結構いい線いけたはず。だからこの青いメカクッパをまず左にやっておく。まあね最速がもうちょっと早いからさ、他に行き方があると思うんだけど、安全策取っておくわ。そしてこのすぐ上、いやキッチンなるべく下に行きたいんだけどな。あ、この右下このまま行けるんじゃない。頼む。やった。いや最後結構道が空いててラッキーだったな。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。